褒め伸びいいな。そう、褒め伸びといえば、そう、母上との電話もそうしたんよね。っていうのも昨日なんだけど、昨日母上と電話したんだけど、それ褒め伸びす、褒め伸びの話がちょっとありまして、なんか電話してる途中に、なんかね、そういえばのえちゃん、のえちゃん、そういえばさ、あの歌、のえちゃんが歌っとんの?みたいに言われたやつがあって、え、なに?歌って何?みたいな。え、歌枠聞いてくれたんかなと思ったら、にゃん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 って歌。にゃん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 って、あれ、のえちゃんが歌ってちょっとふふふってなんかよくわからんけど笑い始めて、え、なんで笑う?え、笑うとこ?と思って。え、笑うとこなんて思ったんやけど、え、え、にゃん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 みたいな。え、団長アニマルとか歌ってないけどなと思って、え、にゃんにゃんにゃん、にゃん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 と思って、あれよ、あなんかあの 牛のおっぱいがあのちょっと面白くてって言って、あ、褒め伸びかと思ってそう褒め伸びの歌を聞いてくれたらしい。で、まあ うまかったらしくで、団長が音痴なのもね、まあ、母上は知ってるわけよ。まあ、母上には失礼かもしれんけど、母上もね、自分が音痴だっていうのをまあ自覚してるタイプなんでね、まあ実は遺伝なんですそう、母上も歌はあまり上手くなく、だからびっくりしてた。のえちゃんがこんなに歌が上手く なったなんてって驚いてて、で、なんかそう、え、褒められて伸びるタイプみたいな歌詞やったんやけどって、あ、それ褒め伸び、そう、あの団長ってかね、そう、あの ノエルのそう、折り曲なんよみたいな、そうそうそう、うれしい、あの、ルル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 チュルル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 ル